皆さんこんにちは、フィットネスセンターひろです。今回もご視聴、そして胸筋トレありがとうございます。今回は胸トレで7種目7分間のトレーニング動画なんですけど、マジでめちゃめちゃやばかったです。でこのトレーニング最後までできない方もいるかもしれないんですけど、筋肉っていうのはどん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 成長してくれるんですよ。なので前回できたところから1回でもできるように次回挑戦してもらうと、積み重ねていくと筋肉がどん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 強くなっていって、この動画もいつかめちゃめちゃ簡単にできる時が来ると思います。でそういった筋肉の成長を楽しむっていうのも筋トレの一つの楽しみなので、ぜひですねそんな筋トレの成長も筋肉の成長も楽しんでいただきたいなって思うんですが、せっかくなんでバチバチに追い込んでいきましょうか。過去最高の自分。さあ今回は胸トレ7分間7種目なってますが、マジでめちゃめちゃハードになってます。ぜひ最後まで頑張っていきましょう。まず1種目目はシンプルに腕立て伏せからいきます。肩下げて、そしてしっかりと上半身が水平に降りるようなイメージで、そして肘で一気に地球をしていきましょう。重心で言うと少し斜め前に下がっていくようなイメージです。そして肘で支えて肘で持ち上げる感じ。しっかりと体幹を固定した状態をキープしていただきたいので、骨盤もバチッと止め続けていきましょうね。下腹を使って骨盤をバチバチに止めて、残り7秒間地球を押していきましょう。残り3秒間2秒前、1秒前、オッケーナイス。30秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレンド動画実況付きで投稿しますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。インスタグラムの方では回数でできる筋トレ動画を投稿してますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。じゃあ次はビストロードトゥープッシュアップです。肩甲骨を開いて背中をぐーって丸めて持ち上げるようにしてしゃがんでいきます。そしてプッシュアップをしていきます。しっかりと流れるように、そして体幹一気に固定して力強くプッシュアップ。なので流動的な動きとガチガチに筋トレ固めていく筋トレ、この2つが混ざってくるものになるので、最初は少し難しいかもしれないですけど、この背中の、そして脊柱などのこの可動域がどん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 広がってくるので、だんだんこの種目もめちゃめちゃできるようになっていきます。なのでしっかりと今はですね背中の筋肉をぐわっと伸ばして、そしてプッシュアップと意識していきましょう。 OK です。30秒間休憩していきます。最近プランシェという技に練習中なんですけど、一応100日でできるようになるのを目標に今頑張っている最中です。それはですね毎日インスタグラムのストーリー、そしてツイッターの方で投稿してますので、よかったら概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。じゃあ次の種目はナロープッシュアップです。先ほどのプッシュアップと違って肘が体の真横に来るようにしてください。さあしっかりと肩下げて、そして上半身はバチバチにとめた状態で、そして下腹を使って骨盤をガチッと止めていきましょう。その状態をキープして、少し斜め前に降りるようなイメージ、ほんまちょっとだけなんですけど、ちょっとだけ斜め前に降りるようにして、肘で支えて肘で持ち上げる。肩、そして肩甲骨周り、胸の筋肉を使って上半身は常に水平のままバチバチに止めたまま行っていきましょう。残り5秒間しっかりと肩、腕、胸でしっかりと押していきます。 OK です。30秒間休憩していきます。体作りにおいて食事管理はめちゃめちゃ大切です。そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったらチェックしてみてください。特にタンパク質はマジでめちゃめちゃ大切です。今頑張られてる筋トレを効果爆上げするのもタンパク質なので、ぜひですねタンパク質毎日毎日取っていきましょう。このコツコツと取っていったものがマジで確実に体変えていってくれますので、じゃあ次の種目もしっかりと追い込んでいきましょう。ワンレッグプッシュアップです。片足上げた時に結構骨盤周り動きやすいので、しっかりと下腹とかを使ってですね、お尻とかお腹とか腰周りも一緒に使って骨盤バチバチに止めたまま、そして肘で行っていきましょうね。そしてしっかりと筋肉でトレーニングをしていただきたいので、肩、腕、胸、背中の筋肉を使って肩がまっすぐ硬い感じで降りていくようなイメージで下ろしていきます。そして一気に持ち上げる。 OK ナイス。30秒間休憩していきます。結構手首とか足首を痛みやすい種目でもあるので、できればですねこのトレーニングを始める前にストレッチなどもこれから入れるようにしてみてください。この休憩中とかも手首回したりとか足首回したりとかして、なるべく怪我のないようにしてみてください。
じゃあ次の種目はショルダータッチ&プッシュアップ、足を肩幅ぐらいに広げていきましょう。そして骨盤を固定させるのは先ほどと同じ、しっかりと固定させて、そして三角筋、上腕三頭筋、そして広背筋、僧帽筋、そして大胸筋を使ってしっかりと上半身をバチッと固めた状態、筋肉で降りて筋肉で持ち上げる、ストンと体を落とすんではなく筋肉でゆっくりと重力に抵抗するようにして降りていきましょう。そして肩タッチするときにできるだけ体が左右に動かないようにしていきましょうね。指をキュッと曲げて地球を掴むようにすると重心が掴みやすいので、ぜひですね試してみてください。残り3秒間、まだまだいけるでしょう。ここからですよ、ここからですよ。諦めたらそこで試合終了。頑張るか、頑張りまくるか。未来のあなたの体は今ここで作ることができるんですよ。この今何を選択するかによって未来は大きく変わってくると思うんですが、今ここで追い込みまくることによってマジでかっこよすぎる体作れてくるので、やっちゃいましょうか。じゃあ続いてトータッチ、しっかりと上半身を固定させたまま腕立て伏せと同じフォームです。そしてつま先をタッチしていきましょう。結構つま先を触るときに上半身がおそらくひねってしまったりとか、左右に動いたりとか、上下に骨盤動いたりとかしてしまいます。それをしっかりと筋肉で止めてください。筋肉で止めてブレないようにすることによってさらに筋トレの効果爆上げしてくれます。残り8秒間、まだまだいけるでしょう。諦めるつもりですか？残り3秒間、諦めたらそこで試合終了ですから。諦めなければ失敗は世の中には存在しないんですよ。未来のあなたのかっこよすぎる体を作るためには今やるだけ、ただ今を全力でこの筋トレをぶちかますのみなので、次のトレーニングも30秒間、たった30秒間、一瞬で終わる、噛んでしまいました。たった30秒間一瞬で終わるこの30秒、マジであなたの本気を見せてください。じゃあ行きましょう。プッシュアップからのニーアップ、しっかりと体幹固定して筋肉で筋肉で、マジで肩甲骨ビロビロになってくる頃やと思います。肩とか腕とか震え出す頃やと思います。ここでも諦めたそこで試合終了ですかね。しっかりと固定させて筋肉で筋肉でプッシュアップしてニーアップしていきましょう。まだまだいけるはずですよ。ここからは自分を信じて、絶対に俺ならできると信じてやっていきましょう。皆さん心の中で叫んでください。絶対にできる、絶対にできると。けないっす。お疲れ様でした。マジでお疲れ様です。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと思いまくってあげてください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。マジでお疲れ様でした。